エンディングアプリエレ。はい、ママのたかしです。ジーママのゆきすむです。ニセコのカミュです。3人合わせてエンディングアプリエレです。あ、はい、ということで今日も早速皆さんと乾杯しましょう。乾杯。もりとりないね。その間に冊数をご覧ください。はい、今日はじゃあ2.5 冊数で了解いたしました。さっさっさっ、せーの、乾杯。あー、 0.5 難しかった。はい、ということで今日はあるギャビーの方から質問が来ておりまして、うん、それについて答えてみようかなと思って。一体何かしら。読みまーす。はーい、こんばんは。こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。いいのよ。毎回の動画を見て、三人三様の行動の違いが楽しくて、そこで気になったことがあるので質問させていただきます。ズバリ3人の血液型は何ですか、です。いつも一緒に動画を見ている友人とは、高島ママは O 型ではないかとか、ヒリキズムさんが A 型、カミさんが B 型、または AB、 それとも O といろいろ考えて結局分かりません。差し支えなければ、そのあたり血液型で人の行動を考えることについてはどうお考えなのかも合わせて聞いてみたいです。そんなことです。あーねー、この人血液型の話とっても嫌いですよ。あ、そうです。私もじゃあ初めに言っちゃいますけれども、血液型の話するの大嫌いです。本当申し訳ないですけど、あの血液型の話をするのが嫌いというよりは、あの例えば飲みの席で、あの話の取っかかりとして何型とか聞くのは、うん、まあいいんじゃないかなと思うの。そこまで私も心は狭くはないから、うん、何型とかって言った後に、あの話が違う方向に転がっていくんだったらいいんだけど、うん、なんかある程度知った中で何型とか言って、あ、何型っぽいよねとか、うん、っていう話になってくると、もう本当に私、あの酒あおって話に加わらなくなります。で、大体なんか皆さん知ってるか知らないか分からないんですけども、血液型占いとか血液型のことを気にしてるのは、あのこの広い世界中で日本と隣の国ぐらいしかないんですよね。私超ある派。ああ、そうなんだ。ガリバーイ。なんかすごく参考にするの、血液型とかを。する。決まるな。なんてや。なんか一回すごい流行ったじゃない、血液型の本みたいな。あ、なんか O 型の人の本とか。あったあった。で、私あれ全部見たんだけど、もう B 型のトピックが。わかる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 みたいな感じだったんだけど、他の血液型全然わかんなかったの。でもなんかそれってなんか私思うんだけど、その表紙違う血液型に変えて何の先入観もなしに見せたら、あ、分かるかも分かるかもってなると思う。今私も全くこと、まあ、同じことだ、まあ、例えばの話ね、なんかその性格とかって環境によるじゃん、まあ、例えばさ、同じ B 型の人がいてもさ、なんか海外で育った B 型の人とさ、日本で育った B 型の人とかさ、あの両親健在な中で育った B 型とさ、母子家庭で育った B 型の人とかさ、そういうなんか環境によって性格なんて全然違う風に構築されてるものじゃない？本当にそれはもう、だからそれはなんか B 型だから綺麗なんか綺麗好きとかなんかさ、その好き嫌い激しいとかなんかよく言われるじゃない、 B 型の人って、なんかそういうのはって思っちゃうっていうか、そんなに重たくは考えてなくて信じてはいるけど、なんていうのかな、仲間意識みたいな感じなのかな。例えばだけど、はい、私あの出身東京都練馬区なんですけど、どこ出身なの？練馬区。え、受ける、どこみたいな感じと似てて、結局なんか、なんていうのかな、何型なの、 B 型、受ける、一緒こういうとここうだよね、受けるぐらいな
話のネタの一つ。あ、それだったら全然いいんじゃない。血液型でその人を測ってその人をないがしろとかにしたいとかはもちろん全然ない。だからライトな感じの血液型信者なわけだよね、うん、あ、そう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 。だからそれだったらいいんだよね。だからそれで結局話のネタのトピックとして取っかかりとして、うん、っていうぐらいの重要性としか思ってないってことでしょ、うん、だからその秀樹が言うみたいにさ、すごいさ、なんか、あー、え、あの人 A 型なんだ、通りで合わないと思ったみたいなことを言っちゃうのが嫌だって感じ。なるほどね。このマックス一回よさっきまで言われ、超イケメンですね、超イケメンですねみたいになってて、なんかそっちの方で血液型の話になって、うん、なんか何型かっていうのが出た時に、ダメ、私絶対合わないよねみたいな競争を変える人なんかもっと狭いな、狭い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 。結局なんかさ、理由したいのよ、何かしらに見てください、これあら、剥がれちゃった。こんなです。あとなんか秀樹思うのは、血液型じゃないけど、なんかゲイもそうじゃない、ゲイだからとかさ、うん、絞ってんね、今日も絞ってんね。いつもにました、うん、絞らせていただいてますけど、なんかゲイだからっていうのでさ、ゲイってこうでしょみたいな感じでくくられる感じで、うんうんうん、なんかそれだけじゃないじゃない。だって男は男っていう部類で、女は女っていう部類で、女はこういうとこある、男はこういうとこある、それはみんなあるけど、ゲイだとそれはあるけど、うん、結局個人よ。個人だよ、大個人だよ。だから血液型もそう、結局個人よ。その人がいい人か悪い人か、優しいかつまんないかとかさ、そんなの結局個人よ。はい、ということで、あの結論としましては、ヒデキズムさん B 型、たかしママ O 型、ハネさん O 型、それが何か。